大きいものになってくると、あのなんとなくなあの大きさを測るためにざっくり絵を描くことはあるんですけど、でも設計図っていう、こうきっちりしたのは描かないですね。もう直接この段ボールの方に描いて切り取るっていうことをするので、感覚としてはあるんですけど、でもいずれなんかそういうところにまでこうそのプラスチックで作品を作るんじゃなくて、その段ボールとかリサイクル用品であの作品を作った時に、こういう人たちがリサイクルに関わってるっていう風に見られればいいかなっていう風に思ってます。